自分たちででやるとということなんですよ、はい、政党ってこういう仕組みになってたんだとこうみんなと一緒にこうもう本当にフルオープンってどういう政治をやってほしいのかっていうことを国民の側が考えて理想の政党をみんなと考える 自衛隊のののの目を見ててもらったたであれが人間本当姿なんすねだからね教育ちょっと教育するだけで日本人というのは抑止力になるなりうるというふうに思います次に人物政策ですから装備ですね装備これはやっぱりね人はいくらよくてもねいい装備を入れなきゃいけない銃と刀じゃね刀だけで勝てませんからね今のの世中ね。 F15 あるいは F35 がいるのは0線1万機持ってる全く役に立つ <laughs> <laughs> 全く役に立つ、はい、それでやっぱり装備の特徴としてねこれはまあ私の例えなんですが時間とともにどん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 その塔はね<ー>下から溶け,て溶けていくんですよ科学、はい、技術の進展に伴って、うん、それはもういたちごっこか,か,かもしれません、はい、でもそれは 戦争を起こさなないために必要なんですよ、うん、常に努力して、ね、だから、えー、今5兆円払ってますよね、えー、来年度のアメリカの予算80兆円ですよ軍事だけでね,軍事,だよね軍事だけで日本の国家予算並み国家予算並みもう本当に常に努力しなきゃいけないという特徴がありますと、はい、あとはね、えー、装備品って10年単位なんですねだから今えっ、ー、と例えば、えー、国産の戦闘機を 開発することにしましたということで、はい、今年111億円の予算がつきました、はい、出てくるのは15年後ですからね、はい、そんなもんなんですだから先を見通して考えなきゃいけないと、うん、いうこと、はい、それとやっぱり資質の重要性ってあるわけですよ、うん、やっぱり今ね0線を2万機持ってても。 よくねあの、一番じゃなきゃだめなんですかっていう顧客がいましたけども、<う>軍事においては一番じゃないと、一番と二番が戦ったら、二番負けるだから、ね、そのためにはね、高い、高いけれども、これは抑止力の必要経費なんですねそれは国民にね、理解してもらうけ、はいけ。しかも日本は専守防衛ですから、専守防衛であるがゆえに、えー、先に攻撃できない、先に立てないから。 後からななきゃいけないけそうするといいものを入れざるを得ないですね、はい、必要経費だということですね。うん、そうやって見てみると日本の防衛費はいいんですかと言ったら世界標準からするとねアメリカは4%でしょ80兆円、はい、NATO2%、うん、ドイツで今は1.2%なんですねこれで102位だそうですけど日本は 0.9%1%、はい、日本は120位だそうですよね。うん 努力してんのかとトランプに言われるとね下向いちゃうとかう、ね、こういうことですね、うん、でやっぱりこの,あの防衛費についてはね国民の理解は欠かせません,、はい、なんでかうと予算ですからで戦争を抑止するというのは力の空白を作らないということなんですね力の空白というのはやっぱり兵器とそれを運用する人とそしてまたそれを支えるロジスティックバランスよくなきゃいけない。うん だからそれは高いとか何とかいうんじゃなくて何を買うんですかどのためにんどういう用途でそれ使うんですかというのを議論してもらえる、はいたい議論全くなく,なくてね、うん、やれ高いとかやれその、えー、一機の F35 の値段で保育所が何十か所できるとかね。<laughs> 議論しかできないのかよというそれにもし安くしたかったら国内の技術をもっと高めればいいから本当は学術機関とかで軍事研究をして自前で釣るとかその技術を海外に売ってそのお金で作るとかそういうことやればいいのにそこをさせないからかえってコスト高いなっていう人たちが実はお金がかかるようにしてるっていう。 このダダブルスタンダードですね、うん、神谷さんは合理的な判断をするんです。はい、合理的じゃないんですよ。<laughs> 軍事を研究してはならないなんつってね、はいまだに言ってるぐらいですから、うん、まあ世界のスタンダードからしたら、ね、大きなあの恥ずかしいと思いますよ。はい、で各国の軍事費見てもね えーまあ、GDP 比見ても日本は120位ですからねサウジの10%ってントこれはどうかなと思いますけど <laughs>、うん、まあでも中東で戦争を起きないようにするにはこれだけ必要なんですね。このランキンキグ出さないですよね、うん、その総額のランキングで日本は結構軍事にお金を使ってるとか言いますけどす、ね、じゃあ国民がどれぐらい負担してるのかっていう話、えー そうい GDP でやっぱり見なきゃいけないし、うん、日本は総額で見てもね、はい、日本は44があの人権だってそれだけスタンダード高いんだから給料も高く払わなきゃね、はい、入ってきてくれないんですからうそうなると平均使ってるというとねだからもういかに戦争を避けるかということこれが。 抑止力なんですけど抑止力というのはやっぱ力の空白を作らない力の空白が戦争を招いてきたという歴史なんですね、はい、だから力の空白を作らないということが抑止力、うん、そのためにはまあ、えー、前々回やりましたように俯瞰的に、ね、真実を向き合う、えーうん、まさかでなくてもしかしてということで抑止力を整備していくしかないんですね。はい、ということはまあ国防というのは最大の社会福祉なんですが。うん メディアのミスリードはですね、例えばイージー再試合もあんな高いものなんだと、あるいはその必要なんじゃないないんじゃないって今後の様子見たからでいいんじゃないって言ってますけど、その防衛力整備でイージー再試合を仮に入れると予算がついても入ってくるのは十年後なんですね、はいえー。本当に今十年後なんですよ。うん、じゃあその十年先わかるんですか。はい、今着手しとかなきゃダメなんですね。うんえー、いや君じゃは うん、使わないよでその意図なんか分かんないしうん、うん、使わないと言っても一夜にして変わるわけで,す、ねですね、能力というのは10年単位だということですから、はい、だから、まあ、10年単位2020年半ばあるいは2030年を考えて最悪に備えて最小限の抑止力は持っとかなきゃいけないということですね。うん、だから2年度の防衛予算が出てきてきもよく言われるんです過去最大の防衛予算、はい もう必ず,必ずこれ、はい、メディア出ますよ、うん、しかしながらね過去最大の社会保,保障予算とは言わないでねうん、うん、これもおかしな話でね、はい、34兆円35兆円ぐらいなのにもかかわらず、うん、防衛関係費5兆円でしょ、はい、過去最大の社会保,保障予算と言わ、ね、ら過去最大の防衛予算といった方が、えー、メディア受けする、うん、でこう反対みたいな運動が起こりやすいとい。はい いう話なんですね。うん、一方で男女共同参画予算だよ8兆円以上、ね、そうなんですよ。<laughs> はい、そうなんです。<laughs> これを軍事費に回せとこれ本当思いますよ <laughs> ね。うん、うん。防衛関係費5兆円ですからね。はい、で中国はという我々伸びはね1%み見当ないんですね。はい、中国は 8. 点何%？うん、うん。経済成長率以上ですからね。はいうん、だから国防はね最大の社会福祉だ。これは 諸外国の常識ですけど日本では常識じゃないから皆さんこれ諸外国の常識になりましょうね、うんうん、国が滅んでね社会福祉ないですからね人権もないです人道もないですからね、はいうん、で次にその政策なんですね、はい、これ政策はねこれ厄介ですよもう憲法に行き着きますからね、うん、でやっぱりいい人がいていい装備品を持ったとしても、はい がんじがらめに縛って動けないようにしてたらね、はい、抑止力にならないわけですよです、ね、最も問題なのはねこれは何でかというといろんな理由があるんですけど、はい、まあ昔旧軍は暴走したと、うん、だから、えー、暴走して国を破滅に追い込んだだからこれはしっかり統制しなきゃいけませんよだからシビアンコントロールそれはいいですよはい。 軍事に対する制度の政治の優先ですからこれはもう私は必要だと思います。はい、で私も膨大あるいは自衛隊の中でいかにシビアンコントロールが大切かという民主主義の軍隊を作ろうということでもう爪の赤まで自衛隊というのはシビアンコントロールだと思います。し、はい、しかしながらね あのシビリアンコントロールって政治がしっかりコントロールしなきゃいけないの、ねえー、そのためにあの政治が軍事勉強してもらわなきゃいけないだからど,どこで勉強するんですかって言ったら大学では軍事教えないか、ね、そうです僕だから<ー>それで予備自衛になったんですからね<あー> <laughs> <laughs> やっぱりそこはね勉強してもらいたいというのはあります、はい、でまあ今シビリアンコントロールで国会が、えー、編成も決めるし予算も決めるしで防衛出動つまり侵略があった時に 自衛隊というのは防衛出動加齢されないと警察なんです,、はいですね、警察権しかないんです、はい、で軍隊なのは防衛出動が加齢された後なんですね、うん、でその防衛出動が加齢されるというのも国会承認です、はい、つまりそれはシビリアンコントロールが効いているということなんですねだから暴走するなんてありえないんですが、うん、まだ自衛隊なんかについて勉強したことない人は、はい ね、僕に対して戦争「あなた戦争が好きなんでしょ」なんて言う人は全く分かってないから、はい、自衛隊というのは暴走するもんだだから法律を変えるのは恐ろしいと。うん、で法律というのは自衛隊法というのはね軍からの安全という思想で成り立って、はい、軍が暴走しない軍,、うん、軍が昔は国民に迷惑かけましたよね、はい、だから軍が暴走しないがんじがらめとにかくしまうとこで。うんうん もうそういう時代じゃない,んでないんじゃないですかというのが僕の考え方で、うんうん、つまりシビリアンコントロールによって今ある環境でいかに平和を維持するかというために自衛隊を使ってくださいよ、うんはい、軍による安全を維持するということが大切なんじゃないかなと、うん、まあ今はだからねがんじがらめですだからまあ最高指揮官、うん、総理大臣であって防衛大臣が えー、統括して、それはいいいいことですよ。はい、私はもうあるべきだと思いますけど、法律的にはまだまだね、うん、動けないようにしてるという,、はい、と,いうところが問題ですね。うん、はい、それが次のポジティブリストね。ポティ,ネガティブリストですね。これはあの何かというと軍隊というのは法律がないところで戦うので、はい、諸外国の軍隊あはについて国国内法は聞きませんので。はい 国際法で禁止されたこと以外は何でもできる、はいうん、つまりネガティブリストでできていると裁、はい、量が大きいですねはい、はい、でただ警察というのは国内で国民の権利に、えー、抵触するようなことをやりますのでそれはしっかり法律でやることを決めてみましょうとそれはポジティブリストなんですね、はい、で自衛隊はというとさっき言ったように 軍隊になるのは防衛指導以降ですから、ねはい、だから、えー、防衛指導加齢される前は警察なんです、うん、警察官職務執行法を準用してるんです、ねはい、ここをね国民の人には理解してもらいたい。はい、じゃあそれが何が困るかといいますとね今どういうふうな時代になってるかというとあのグレーゾーンで戦うようになってるんですよ。 2014年の2月にクリミア半島を捕らえたた起こった、はい、どういうことかってあれは戦争かというと戦争なんだけれどもはい防衛指導加齢してどうなのかなってそういう話じゃなくてある日突然テレビは見え,、ま、見えなくなったラジオも聞こえなくなったインターネットは使えませんスマホは使えません、うん、いうふうになっちゃっああ何が起こったの何が起こったの」と、えー、言ってたら外見たら階級章も何もついていない。うん えー、軍人さんが銃持っていたと、はいうん、であれは何って言ったらちょうどその頃ネットで、えー「外にいる兵隊さんは我々の味方です」と言って、えー「支援しましょう」はい、日本だったらおにぎり持って <laughs> <laughs> 差し入れするんかも分かりません <laughs>、はい、そういうふうにあっという間に占領されちゃったんですよね、うんはい、で気が付いてみたらそれはロシアの軍隊だった。 戦いなんです、はい、今こういう戦いになった時に自衛隊何ができるんですかというと基本的には決められたことしかできない、ね、自衛隊法で書いてること以外はできませんということですからそこはあの時代が変わってるから自衛隊を使ってうまくえ平和を維持します抑止力を維持しますという考え方にした方がいいんじゃないかなということです。はい そういういところですね戦争の形も変わってきていて昔みたいに戦争がうかってさあやるぞって言ってやるようなことではなくて、まあ、僕あの自衛隊が出てくるあのアニメで漫画で「ですね、うん、空母息吹」っていうのがありましてねあれ、まあ、映画にもなりまして、まあ、映画はもうとんでもない作品だと僕は思ってるんですけどあの漫画の方はすごくよくできていて、うん、あれも中国が、ね、急に南西諸島を取りに来てですね与那 <laughs> 国島なんかがあっという間に制圧される。<laughs> という形になるんですね。もうそうなってくるともうその現場ではもう数少ない、うん、本当にちょっとしかいませんからそこにはあの自衛隊員がいろいろとねあの外部と連絡を取り合いながらこう臨機応変に動いていくということなんだけれども、うん、まあそれをちゃんとあのそういう状態だということを国民がある程度理解し、うん、そして、えー、一番の統率官である内閣総理大臣がですねどういう判断を下していくかと。 いうことは非常に大事なんですけども、まあ、それを支持するのもまあ国民の民意ですから、うん、まあ今回のような番組を見ていただくということは、うん、まさにこう抑止力を高めていいくとととううことになるんだと思うんだ思ですよく私政治やった時に聞かれるのは、うん、国防の話をすると神谷さんは核兵器を持つことに賛成ですか反対ですかみたいな、うん、そういうことをいきなり聞かれるんですけどそれは持ってもいいと思うし持たないことも方法だと思うとただ持ってそれをどういうふうに抑止力として使うかが大事であって。うん 国民が、えー、そういうこの基本的な知識がない中で変な総理が誕生してその人が核兵器を乱用したりしたらそれはかえって怖いことになるから核兵器持つ以前の議論として国民にこう国防とか安全保障のいろはっていうものを共有しておかないといきなり核兵器を持つのか持たないのかみたいな議論は段階が飛んでると。 いう話をするとみんな,なんか煙に巻かれたような顔をしてです、ね、<laughs> 嫌な顔をされるんですけれども僕はこれ本当に正論だとずっと思って言ってるってです、ね、やっぱり自分自身さっきちょろっとあの言いましたけれども分からなかったんですね自衛隊がどういうことをやってるのかとかそのポジティブリストネガティブリストが何なのかとか、うん、シビリアンコントロールが何なのかっていうのはあの習わないからですねちゃんとテストにも出ないし。うんうんうん ななると政治家になってから勉強したんですよでそれでもよくわからないで自衛隊員がどういう思いで国防になってくれたのかわからない、うん、というわからないことだらけだったのに、まあ、僕はあの市議会議員の時は将来国政に一回出ようと思ってたのでだからそうなったら自分たちがシビアン・コトルをする側に立たないといけないけど基礎知識がないということを自分でも反省してそれである自衛官の方に誘っていただいておよび自衛官になってですね まあそれが非常に自分にとって肥やしになったのでまだ今でもですね継続してやってるんですけれども僕はあの地方議員の方なんかでまあ35歳以下の方であればあの一般から予備自衛官になれますから1年でも2年でもいいからですね自衛隊の中に入って少し見るとですねその変なそのまあ偏見ですよねとか誤解というものはこうなくなってくるのではないかなと思いますのでまあ政治家に限らず 予備自衛官って今、自衛官にならなくても試験でなれますから、うん、あの若い方、学生の方とかはですねあの自衛隊のホームページ見ていただくと、うん、まだ欠員であの、うん、定数、充足してませんので、はいはい、予備自衛官がなっていただいて、はい、まあ今回のその抑止力ということを身をもってでですすねね、うん、考えていただくそうです、ねはい、特にね国政の、うん、国会議員の方がね えー、そのポジティブリストネガティブリストを正確にね知ってない人がいるそうですか本当にこれはねつまり今の今の戦いじゃないうのはハイブリッド戦争のようにねその中でどうその実利を取っていくかということ、うん、そのためにはやっぱり、えー、自衛隊を抑止力で活用するには人はいい。 装備はいい、はい、これれを活用して、えー、やれるように一言が抑止力なんです諸外国から見たら、はい、よく勉強してますよ、うんあのー、中国なんて自衛,て自衛隊法、はい、そうしたら、えー、今防衛指導を加齢されないと軍隊ならないでよく知ってますから、うん、防衛指導を加齢されない程度にうまくやったら自衛隊活用できないということですから、うんうん、そこがね分かってない国会議員でもそうですから。うんうん じゃあ本当にそういうことが起こった時にどうなるかというとねそういう勉強不足の国会議員であ,るがあればこそねだ自衛隊はって言うんからそこは人と物とそしてそれを使う政策,、うん、政策でもってね、はい、抑止力になってるというのは国会議員にしてもらいたいなというふうに思います。 ということで国会議員の皆さんにもぜひこの番組を見ていろはを学んでいただきたいというようなこともあるかと思います。はい、では次回以降またテーマを変えてお送りしていきたいと思いますのでまたよろしくお願いします。